はい、じゃあ読書会をやります。今日は前回の続きと、前回作った年内の続きということで、11章と12章をやります。今日はなんだ、印象に残ったところ2つと疑問に残ったところを1つ話します。印象に残ったところの1つ目は11章の結構最後の方で、489ページのジャーベイス・ブシェはチームワークに焦点を当てたっていうところの下りから始まるんだけど、 グループのメンバーそれぞれが過去の、チームワークの話をしてて、グループのメンバーそれぞれが過去のチーム活動で一番良かった経験について共有し、他のメンバーは注意深く耳を傾け、必要に応じて対話を行います。次に全員で優れたチームの特性をリスト化していきますみたいなところがあるんだけど、みんなチームワークの話で、チームの中のメンバーは一人一人がそういう理想とかこうあるべきだろうなっていうのを持ってると思うので、そういうのを共有することってすごく大事なんだなっていうふうに思いました。で、あと、そこの一人一人の理想とかが食い違ってる時に、そうやって対話とかをして同じような方向を向かしてあげるっていうのは、向かしてあげる機会を持つっていうのはすごく大切なことなんだなっていうのを思いました。で、あともう一つ印象に残ったところが、12章の507ページ、リーダーシップの開発における自己再生のサイクルっていうとこで、リーダーとメンバーの健康は組織の目標成果と同様に重要ですっていうところの下りから始まるんだけど、まあ健康が大事っていう話をしてるんだよね、リーダーもメンバーも。精神的にも肉体的にも健康が大切ですよって。で、リーダーがそのメンバーの、リーダーがメンバーの健康とか精神状態とかをしっかりちゃんと観察っていうか見て、気遣ってあげることは当たり前の話だと思うんだけど、ここから思ったのは、文章中には書いてないんだけど、メンバーからリーダーを気遣ってあげるっていうか、リーダーのその精神状態とかをちゃんと見てあげて、メンバーがそのために動くっていうのも、いいチームになる、ことができるのかなというのを思ったので、思いました。一人だと調子が狂うな、これもう。全然うまくいかないんだよ。最後に疑問点を一つ。疑問点っていうか、ちゃんと書いてほしいなって。俺がいろいろ屁理屈考えてるだけなのかもしれないんだけど、ちょっと俺がまた郵政とかに怒られるかもしれないんだけど、どこだっけ、あ、これだ。12章のすぐ500ページのとこで、いや、これはそういうもんなのかな。否定的な関わり1に対して前向きな関わりが3であるっていうところがあるんだけど、何が3なのかな、どういう要素があって3なのかなっていうのをもうちょっと詳しく書いてほしいなと思ってて、例えば否定的な関わり1に対してどんな前向きな関わりが3つあるんだろうっていうのをもう少し書いてほしいなと
どういう割合で3対1になってんのかなっていうのをもう少し詳しく書いてほしいなっていうのは思いました。これそういうものなんだろうね。そういうものなのかな。一人だと独り言言ってるみたいですげえ嫌です。じゃあ読書会終わります。